横から見ると細い、はい、清水山城ですと。秀吉の朝鮮出兵で秀吉の、まあ、御座所として対馬に築かれた城、金石城のね、爪の城みたいな形で作られた場所です。うん、三の丸の石垣、これも下から見るとき対馬っぽい石垣。おお、景色が。はい、三の丸です。東西80、南北30、結構広い。石垣が組まれてるのがいいですね。いや、三の丸、この左のね、石垣がね、結構上り石垣みたいな感じで上っているところがあるのよ。右、車の中に巨石があるもいいね。そのまんま置かれてて、現地調達なんかな、一緒。こっち面全部こう石垣がね、組まれてます。あれは何やろ、櫓台かな。まあ小さい城ですわ。石付きのものどもの石垣みたいな、縦石置いて横石置いてみたいな。散歩散歩散歩レベルけどね、結構汗かいてる。夏場はしんどいかもな。これ、この、ここ、なんか、筋見えるね。登ってる石垣が見えるよね、これ。壊れてるっぽいけど。三の丸、二の丸の、二の丸の手前か。これ、登ってるね。確実に。ねえ。登り石垣。縦石垣ってここでは呼んでるみたい。来たね。二の丸石垣。もうちゃんと小口鍵を作ってね、いいね、巨石を配して。もうさすが秀吉を迎えるためのね、御座所の城ですね。はいはい、二の丸広い。東西50メートル、南北の幅はやっぱ変わらんね。まあ櫓あったのかな、どっかこう角部に。本丸、一の丸は火があったらいいよね。あ、でもほら、横の斜面に沿って、やっぱ石垣が登ってってますね、ずっとね。崩れちゃってるけど。あ、これのね、あ、綺麗に割れとんやな、石の。あ、ここもね、この辺の岩綺麗に割れるんやな。だから、平べったい石垣なんやろね。綺麗。めっちゃ絵になるよ。よいしょ。お、二重の層。石垣でね。まあ、ある意味、松形小口みたいな感じでね。ああ、いいね。いいね、ここ。はい、で、ここが本丸です。でもね、本丸はね、なんか岩なのよ。うん、一の丸ね。はい、最も高い場所、標高207メートルの山頂と。あ、でも広いね、70メートル。じゃ、この岩を越えたらちょっと広くなってんのかな。はい、ということで、建物の情報とかはないね。あったかないかとかね。あ、遺構は定かではない。現状。おお、すごい景色じゃないですか。いいですね。絶景やな、やっぱり。対馬。フェリーが見えるね。前ね、あのフェリーでね、あの、普通フェリーで来たら、夜通し走って朝5時か4時か5時に着くんやけど、その足でここ登ったらね、あの、ちょうどね、1月
4かなんかもう初めの方でね、ここ来た瞬間ね、団体さんがいて、誰かと思ったら自衛隊の人、もう初日の出見に来てた。ここか、てっぺん。これやろうな、三角点。よし。よし。おお、一番高いぜ。あ、ここの方はこっちが見えるな。ああ、いいじゃない。あっちにね、ほら、なんか小口あるね。何個か、一の丸への入り口あったんだろうね。やっぱぐるっと囲まれてるみたいですね。もう森になっとる。このまま行くとなんかね、あの山の上行けるらしいよ。行かないけど。はい、ちゅうことで、清水山城、立派な石垣。秀吉の力もあるんだろうね。立派な石垣でございました。はい。じゃあ、さようなら。